はい、どうもことです。今日はね、ワンオクロックのラストダンスの解説をしていきます。で、チューニングがドロップ D です。で、 BPM が、120ですね。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあイントロからやっていきます。この部分なんですけど、最初の音が5弦の3フレットで、次が、4弦の1フレットで、その次が、5弦の1フレットで、次3弦の、4弦の開放です。ずっとサビまでこれの繰り返しです。はい、じゃあリードパートやっていきます。はい、リードもこれの繰り返しです。じゃあここゆっくりやります。はい、じゃあ次サビいきます。はい、じゃあここの部分またルートの音をフレットで言っていきます。最初が、6弦の3フレットですね。ドロップ D なんで、1本指縦3つで押さえれます。あ、全部パワーコードです。ほんで次が5弦の、1フレット、次が、6フレットまでいきます。次が3フレットです。1フレット、6フレット、3フレットです。でサビはこれの繰り返しです。で次 C メロなんですけど、2番も全く一緒なんで、はい、じゃあ次 C メロのバッキングいきます。はい、またルートの音言っていきます。これ5弦の4フレットからです。次が6弦の6フレットです。ここが6531です。はい、じゃ次ここのリードパートをやっていきます。はい、ずっとこれの繰り返しです。
はい、じゃあ今回は以上です。結構ざっくりしてるんですけど、まあ、これで多分全部いけると思うんでお願いします。よかったら下の概要欄にあの各種 SNS の URL 貼ってあるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。あとチャンネル登録もお願いします。ではまた。